で、今日はね、金曜日の朝でございます。ということで、今日はね、朝のモーニングルーティンをしていきたいと思います。で、まあ、6時ぴったりです。でね、今から下に行って歯磨きをしたいと思います。歯磨きしてきます。はい、ということで今からね顔を洗っていきたいと思います。顔のでもこれですよ、このマイルド洗顔フォーム、これはね無印で買いました。じゃあ洗っていきたいと思います。顔を洗い終わったらですね、化粧水を塗ります。それも無印のです。はい、ちょっと泡立っちゃってますけど、はい、ということで顔洗い終わったら髪の毛をやります。まずは寝癖を直します。スプレーです、スプレー、毎日スプレー直してます。はい、ということで OK です。完成しました。髪ですね、髪完成したっておかしいか、まあ完成しました。今からねご飯を食べたいと思います。リミがコロンになっちゃった、ね、リミコロンになっちゃった。ご飯もなんか食べてるし、うん、髪がかわいい。はい、食べましょう。今日食べましょう。今日ちょっと早く行かないといけない、はい、いつもより。はい、いただきます。卵は好きなんです。卵大好き。リミ寝てていいの？起こさなくちゃ、リミちゃん。だよね。リミがちょっと寝て。いただきます。今日はどんな洋服ですか？今日はこんな洋服です。はい、はい、上がイングだ。上がイングで、うん、下がハニーズの首元のちょろっと出てるレース。ハニーズのレース、ハニーズのやつ、ね、でこれはどこだっけ、ランパンツ、 H&M だった気がします。あ、確かに H&M で買ったラインパンツだと思います。はい、じゃこの格好で今日は格好ですね。はい、そうですね。はい、いただきます。朝用意してる人なんていいのかね。本当よ。朝用意する人。朝鉛筆削って、朝洋服を決めて、朝こういうのも全部やります。でもこれが1年生の時からずっとなんですよ。そうなの？こっちの方がもう習慣づいちゃって。逆に
前日に用意するっていうことができなくて私待ってもう言ってるじゃん、追い込まれないとできない人なんです。いやちゃんと前日にやってください。でもこれが慣れちゃったんで、これが一番いいんです。慣れとかじゃなくてダメだよ、ちゃんと。で、これをランドセルにぶち込みます。で、すみませんですね、うん、これを持ってこないといけないですね。今日はそれ持ってんだ、僕に。何、図工で使うの？図工で使うんですよ。よし、OK。帽子と上着。しーちゃん、いつも上着忘れるよね。誰持っていくの。すいません。こちらです。いきます。大丈夫なの？行ってきます。オイルを、ははオイル塗るの忘れた？うん、オイル、あの、髪の、うん、汚い、あるけど上のがいい。あっチロン、今から髪にオイル塗ります。それですか、今使っているのは。はい、これです。今上から、明日から上に来たから母言ってます。大丈夫ママ？え、それくらいじゃやばいよ。私も体力ない方なんで、うん、みんなね、鬼ごっことかでさ、私一瞬なら避けられるの、うん、もうずっと追いかけられると私の方からどんどん体力がなくなっちゃって、もう体力ないんで、うん、ずっと追いかけ回されると捕まるっていう弱点が。一応 50m 走ね、普通より速い方なんで、うん、あの平均よりちょっとだけね、だから平均っていうか、まあだから別に困ってはないんですけど、うん、捕まりに行くときは捕まりに行くし、私仲いい子がね、うん、鬼とかになっちゃったら必ずね、うん、1分ぐらいしたら捕まりに行くよし、OK! 行きましょう、じゃあ。何度？36度3分。もう最近ずっと36度3分とか4分とか、2分とか1分とか。かわいい。コロンちゃんがね、私がポナーで座るとコロンちゃんがここからね、ドザザザザダンダン来たダンできたの。コロンちゃん、かわいい、かわいい、ほんとかわいい。マスクつけるとさ、うん、顔が暗く見えるんだよ。そう？髪も黒いしさ、いつも黒いマスクだからしね、黒いマスクだし、服も黒い。確かに、でもすごい。ランドセル開いてるよ。マジでした。忘れ物しないようにね。
ありがとう。欲しい。まだ行ってない。やば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 い。行ってらっしゃい。気をつけてね。バイバイ。行ってらっしゃい。気をつけてね。バイバイ。バイバイ。